本日の企画は肩こり全身疲労トップ5。イエーイ。はい、本日の企画はですね、肩こり全身疲労トップ5。当店のね、お客様の集計プラス、自分たちがね、あ、この人硬かったな、全身辛そうだったなっていう意見を踏まえてのトップ5になります。南大分地区でのこちらのトップ5なので、違う地区となるとね、またあの職業柄が変わってくるので、まあそこら辺は当てにならないんですけど、こちらのね南大分地区でのトップ5ということで、はい、やってみましょう。はい、まず第5位からいきましょう。じゃーん、じゃーん、サービス料ですね。はい、ね、5位はねサービス料ということで、サービス料はね、気を使います。めちゃめちゃね、自分らもサービス料ですけど、やっぱお客さんのことをね、第一にね考えて気を使いますので、一番に精神疲労、まあ、あとはですね、まあ、サービス料って言ってもいろいろありますので、まあ、肩こりとね、足のむくみとか、まあ、様々です。まあ、特筆してねめちゃめちゃ硬いっていうのはないんですけど、まあ、全身的に疲れてる方が多いです。はい、はい、第4位、建築業。はい、第4位ね、建築業ということで、建築業の方ね、今めちゃめちゃ大変と思いますね。増税前なんでね、需要がめちゃめちゃありますので、まあ、どっちかというとですね、建築業の方は、肩こり、背中、腰、あと腕、結構ね腕なんかねめちゃめちゃパンパンなんですよ、うん、まあ、あとは背中ですね。結構猫背になってね、あたりをする方も多いんで、まあ、あとは腰なんかはちょっともともと持病の方かな、もともともぎっくりがあったりとかね、そういった方は腰も悪いです。意外とね、肩はまあ、ぼちぼち硬いぐらいなんですよ。特に背中です。今寒いんでね、すごい大変な仕事と思います。はい、はい、次は第3位、何かな何かな、じゃーん、はい、事務職です。はい、第3位のね、事務職、事務職ね、肩、首、背中、腰、お尻、足、実際に全部ね、疲労溜まってます。個人的にはね、一番あんま体によろしくない仕事じゃないですかね。もう基本的に猫背ね、この猫背でね座ってますんで、足もむくみます。肩も凝ります。はたまたね、パソコン見てたら目も疲れますね。こうね、こうやってたらもう、あー、こんな感じになっちゃいますよね。特にね、一番硬いのは首になりますね。もう首なんかね、お客さんうち結構事務職の方多いんですが、もう肩、首までこう凝りがいって、もう頭痛まで来てるね方はね、もういっぱいいますんで、事務職ってね本当辛い仕事であります。もう簡単そうに見えてね、実際と体にはすごく良くないっていう仕事です。まあ、そういった方はね、ぜひ当店の肩甲骨のね、自力の剥がし方とかね、動画載せてますんで、ぜひね活用してみてください。肩甲骨からね、肩首ってね凝りが広がってきますので。はい、はい、第2位いってみましょう。第2位はあなた、まだよ、まだ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 。はい、第2位は、何でしょう。じゃじゃーん、教職です。はい、第2位の教職ですね。教職の方といえば、凝りがですね、肩、背中、腰、あと足、その中でもね、めっちゃ硬いのが肩甲骨と肩なんですよ。もうね、あれね、マッサージ泣かせじゃないですかめちゃめちゃ硬いんですよ。結構教職の方も来られましたけど、もう全員が全員肩甲骨肩が硬いです。もう何ででしょうかね。ぜひ運動してもらいたいぐらいです。まあ、あれでしょうね、基本的に教鞭立ちますからね、こうやってね、こうね、チョーク書くときもこの固定された位置でこう書いてね、こうやるからでしょうね。もうこれがもうやっぱ肩甲骨を肩をね、
硬くさせているようになっちゃう。もうこう力入りますからね、腕をね、こうね、心臓より上に上げると力入ってきますね、固定しますんでね、そこでしょう。うん、まああとね、腰と、まあ足もむくみがあったりとね、まあいろいろあるんですけど、その中でも肩、肩甲骨がね、もう異常に硬いです。もうもしね、見られてて恐縮の方がいましたら、ぜひね、あの運動はね、取り入れてください。もう硬いのはね、もう本当地道な努力でしかね、あの柔らかくなってきませんので、ぜひよろしくお願いします。さあ、栄えあるナンバーワンの登場です。さあ、この中でトップに輝くのは何でしょう。いきます。なんだなんだなんだ。守るし、介護士、看護師です。まあ、あの介護看護師、まあ、ほぼ似たような仕事ではあるんですけど、もう特筆してね、お客様全員めちゃめちゃ硬いです。全身硬いです。もうね、肩からもう首から腰から足からね、もう腕からもう全部硬いです。あ、まあそれほどね、重労働ですね。あの、まあ、病院等でね、患者さんを抱えたりね、そういったこともありますし、介護施設のね、利用者様をね、こう先導したりね、抱えたりね、いろいろ重たい荷物を持ったりね、もうすごい大変な仕事と思います。もう自分からしたらね、すごい尊敬する仕事であります。あのね、お給料もね、もうどっちかというと安い安いって言われてるね、言われてます。もっとね、高くてもいいと思うんですけど、今からね、お年寄りももっとね、増えてきますんでね、この南大分地区なんか、すごいお年寄りとかね、すごい多いんでね、今からとてもとても必要とされてくるね、職と思います。それはそうなんですけど、そういった職業の方はですね、ぜひとも月一度でいいです。一度でね、構いませんので、マッサージでね、全身をほぐして、心もね、ちょっと癒されてみてください。やっぱ人と人とをね、こうつなぐ仕事っていうのは、それほど大変なね、労力ですので、はい、はい、本日はね、肩こり全身疲労トップ5ということで、ね、お送りさせていただきました。はい、ありがとうございました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、いいね評価の方をですね、ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。